みんなが必要とするものは、経済本で50万部を売り上げた斉藤浩平が新潮を携え、ブックスタンド TV に登場。これがその今回タイトルに込めた顧問の自治っていうのが、顧問とは何かから行き過ぎた資本主義の中何をすべきかまでじっくり聞いていきます。カリスマリーダーではなくて、はい、誰でも普通に言う人たちがリーダーっぽい存在になっていく関係ができると少人数でも変わっていく可能性がある。そうですね。はい、こんばんは、ブックスタンド TV 今夜もお届けしたいと思います。でかみちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は話題の、はい、いろんなメディアで活躍されておられます、うん、経済思想家の方がいらっしゃっておられますけども、もうね、うん、みんなが恥ずかしくてできないこといっぱい聞こうと思ってます、ね。まあ、見てる人たちはそんな詳しいわけじゃないですから、経済に対して。そうそうそう、ちょっと無駄気な質問をね、してまいりましょう、うん、経済思想家の斉藤浩平さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲストの斉藤浩平は東京大学大学院の准教授で経済思想家、行動する学者として農場やホームレス支援を手伝い環境問題に取り組んでいる人物です。斉藤さんというとやっぱこう、うん、コロナ禍に出た人申請の資本論、はい、あれはもうむちゃくちゃ売れましたね。あれ多分おかげさまで50万部50万部海外とかでも翻訳されてね、売られてると、うん、おかげさまで10カ国とか以上出てたりするので、うんうんうん、人申請って言ってみれば、ま、この経済活動ですね、それがもう地球環境に影響を及ぼすような時代のことを、まあ、指すということなんですかね。そう、これ地質学の概念なんですけど、うん、まあ、要するに人間の経済活動が、はい、本当に地球の在り方そのものを根本から変えてしまった時代、でもそのまま放っておくと、うん、それこそ気候変動みたいな形で私たちの生存さえ脅かされる、だから今の在り方変えなきゃいけない、そういう本ですね、うん、なるほど、うんうんうん、そして今年というか昨年ですね、これもね、はい、複数人のちょっと出された顧問の自治論、はい、こちらが、主演者から絶賛発売中ということ、シリーズ顧問立ち上がったんですよね。立ち上がってしまって、ね、斉藤さんがまるで、そうですよ、うん、これ売れないと私が集英社に詰められるんですよ、ね、時代の閉塞感と社会の分断を乗り越えるために書かれたシリーズ顧問の第1弾、顧問の自治論。これ斉藤さん、この顧問っていう言葉もしかしたら耳慣れない人もいるかもしれませんが、ね、これどういうことかっていう、そもそも顧問とは、うん、この人申請って言葉さっきご紹介しましたけど、はい、なんで人間が地球の在り方全部変えるようになっちゃったかというと、資本主義のせいなんです。資本主義ってどんどんこう広がっていって成長していくじゃないですか、はい、最終的に例えば水とか、はい、あの電気とか、うん、医療とか教育とか、はい、誰もが必要とするものを商品にしていくと、本当にお金が払える人だけなんか戦争とかコロナとか起きても、うんうん、大丈夫だけど、うん、お金ない人見捨てられるみたいな世界になりかねないので、うんうん、やっぱ本当にみんなが必要とするものは顧問、まあちょっとカタカナ語ですけど、うん、日本語にするとまあ共通財産にして、うん、やっぱそういうこう商品とかお金の儲けのための投資の対象にしちゃいけないよねっていうのが、まあすごい基本的なメッセージとしては、うんうん、かなり分かりやすく書いてくださったんだなっていうのを、うん、なんか私にも分かるように書いてくれてるみたいなのすごい思いながら読んでたんですけど、うん、マルクス主義的な部分って成功したら最高だけど、なんか成功してないイメージになっちゃってるというか、マルクス経済自体がね、いや、そう、そのやっぱりその社会の中で誰かが権力を持つと分けてくんねえじゃんみたいな、まあな、だからやっぱりどうしてもこうマルクス主義とか社会主義っていうと、結局最初は平等とか言ってたのに、むしろなんか独裁者みたいなのが出てきちゃうという人事構想、それは本当に反省しなければいけないことなんだけれども、うん、はい、他方で彼が例えば考えようとしていたことと、うん、20世紀に、まあ、ロシア革命っていうのが起きてしまって、その後にこうソ連とか、まあ、あるいはその中国で今起きているようなことっていうのは、うん、必ずしもねイコールじゃないわけなんですよね、うん、はいはい、それはむしろこうみんなが民主的に自分たち の, あの身の回りのものとか、うん、共通の財産っていうものを民主的にね、うん、管理していこう、でそれが本当にじゃあ世界社会全体国全体に広がった時にどう管理していくのかっていうかっていうのは、うん、まだまだ思い描くのが難しいんですけれども、今行き過ぎた資本主義がいろんな問題を起こしている時に、うん、やっぱりじゃあ資本主義じゃない在り方生活とか思い描いてみるのも結構生きていくツールにはなると思ってて、うん、はい、まあ、この本の顧問の自治論はそういう顧問をむしろ増やしていった方が、はい、なんかその GDP はそんな増えないかもしれないけど、うん、
生活は豊かになっていくんじゃないか、まあ、ちょっとそういう話を皆さんに考えてもらうきっかけにしていただきたいなと思ってます。あ、よくね斉藤さんなんか脱成長って言葉をねおっしゃってもしてますけど、まあ、僕もちょっと広告会社に実は働いてまして一番やばいと一番やばいちょっと一番も何も僕今日発言できないかもしれないですけどノーコモ経済成長にとらわれないで他のものに価値を見出す脱成長、それを感じる瞬間とは。単純な話でいくと、うん、地元三重県なんですけど、うん、三重帰ってもう21時にはどこにも、まあ、外出たって何も楽しいことがないんですよ、はい、閉まってるから、はい、全てが、うん、とかに対してやっぱりわなんか自分は東京の暮らしが本当に馴染んじゃったんだなとか、三重に帰るとちょっと物足りねえなみたいな。そうなんですよ、資本主義にめちゃめちゃ絡め取られた、うん、られちゃって。でも私もその、まあ、三重帰って物足りねえなとかは言いつつも、はい、そのなんか意外とこう見えて手を取り合って生きてたい派なんですよ、その周りの人間と。顧問を大事にして生きてきましょう。そうなんですよ。だからそのライブハウスの話も出てきたと思うんですけど、私まさにライブハウスがそういう場だったんで。あ、確かに自分のバンドがこう解散しちゃってどうしようかなって時も、周りのミュージシャンの人にそのお金もないから毎夜酒をおごってくれる先輩がいて、毎夜毎夜別の先輩に酒をおごられながら、お前はやめるなやめるなみたいな。なんかその時おごってくれてたお酒代とかもだし、自分がちょっとまあこの子悩んでるのかなって時にご飯にね行こうかって言ってご飯を代を出すとかも、おごってやってるっていうよりはなんかやめられたら嫌だから、やめられたら嫌だから代みたいな感じなんですよ私は。でそれってなんかまさに顧問というか、う、ね、共有財産としてその人のなんか才能を認めてたりとかするから、ね、僕らも亡くなって初めてから大事さみたいなのあるじゃないですか、顧問のことって。だ今あの瀬戸さんも反対されておる神宮外苑のあたりの、はいはい、あそうですね、再開発、うん、あれももう今開発決定してから初めて気づかれても僕らもう止めはないっていうか。でこれがその今回タイトルに込めた顧問の自治っていうものなんですよね。で私たちは本当はみんなのものはもっとやっぱみんなで決めていく、うん、それが自治ってことだし、はい、まあ、もっと単純に言えば民主主義ってことなんですよね、うん、でところがその資本主義って私が何が問題だと思うかっていうと、うん、ここの土地は俺のものだ、私的所有って言うんですけど、誰かのプライベートなものになるとこれをどうしようが俺の勝手だ、俺の土地、木を切りまくってももう俺の土地だ、そう、俺の土地なんだから好きにしていいじゃないか、うん、例えばデカミちゃんのやってるバンドの CD を買った瞬間にね、投げ捨てようが金払ってれば一応文句言えないわけですよね、うん、それは CD だったらまだね、うん、まあ、はいはい、目の前でやられたら傷つくけれど、はいはい、そんなに社会の問題にならないんですけれど、これがやっぱり例えば公園とかそれこそ神宮外苑みたいな公共性が高い場所でやられてしまうと、そうですね、本当に一部の人たちのためだけのものになってしまう、一部の企業とか、うん、あとまあ今生きてる僕らの時代だけじゃないですからね、そう、そうですね、後々の時代の人も財産じゃないですか、私これまでやってくれてきた、うん、維持してきてくれた人たち、まあ、100年の歴史があるわけですけれども、はい、そうしたイチョウ並木を守ってきてくれた人たちとか、それを周りで形成されてたコミュニティとかが全部壊されてしまう。でもそれってもともと GDP では例えば測れないから、うん、そこに新しい建物とかホテルとかショッピングモール作ったりした方が経済的には儲かるわけですけれど、はい、それって本当に今期の業績がみたいな、そういう短期の話、なんか本当に目先のものになってるというか、そうなんですね、民主主義で本来国民にあるべき主張が資本主義における利益追求を求めるあまりないがしろになっているんだと言います。でなんでそういうことになってるかっていうと、やっぱり今資本主義がどんどん行き詰まっていて、うん、でそんな中でも配当は株主にやっぱり戻さなきゃいけないので、まあまあ ね、そうすると業績をね、目先でも上げなきゃいけないってなってくると、うん、一番手っ取り早いの何かっていうと、そうやって今まで商品にされてこなかった顧問を商品にしてしまう、うん、だから神宮外苑を商品にする、うん、はいはいはい、あるいは水を民営化して商品にしていく、ありますよそういう国でね、教育をもっと商品にしていこう、うん、こういうことの商品化が行き過ぎると私たちは本当にどこにもね、そういうつながり合いとか、うん、お金なしでのこう関係性みたいなのがなくなっちゃう、自分たちでもう少しもっとこの街はこうした方がいいんじゃないのとかっていうことに意思を表明して、一緒に例えば企業とかと議論してこういう街づくりどうですかっていうことをあのやるのがまあ自治、はいはい、なんかデモとかがなんか意見を主張するものじゃなくてうるさい人たちっていう認識が日本はめちゃめちゃあるじゃないですか。なんかこの感覚どうにかしないと、普通にそのなんか大きな
ものがというか、はい、トップの人が決めたことにただ従うだけのめちゃめちゃ資本主義の世界になっていくなっていうのは、うん、結構いろんなこうニュース見てたり世間見てて思ったから、事なかれ主義というか、なんか意見を言うことで場が円滑に進まないってなった時に意見を言う子が煩わしい存在になっちゃう、その大学生の最初の一人ですね、はい、ちょっと事なかれな感じは、まあ若い世代大学生が本では出てくるけどいっぱいいるかなと思いましたね。意見を言う人が煩わしい存在になりがちな現代、しかし職場や学校でのちょっとした意見で社会を動かせる可能性もあるんだそうです。パリとか住民と企業と自治体の3社がこう共同してこう街づくりをしたり開発をしていく。この番組、高校生がですね、あの構成スタッフが入ってまして、あ、そうなんです、若い世代で言うとこの本読ませまして、はい、ちょっとですね、私が一番印象に残ったのは第一章の大学における自治の危機です、うん、でその中でも18歳意識調査で全ての項目で日本人の若者が一番低い値を占めていることに本当にショックを受けましたということをおっしゃってまして、斉藤先生の質問です。私たち学生が人申請の時代にできることはありますかっていう、うん、でまずやっぱりその18歳の意識調査で、はい、私がすごい問題だと思ったのは、うん、周りの人とそう政治とか社会の話をしますかみたいな、うん、その回答が日本の時めちゃめちゃ低い、うん、そうですね、2割とかそんな感じで、うん、やっぱり日常から今自分たちが生きている社会でこれからどうしていこうかとか、はい、こういろんな問題って起きてて、でそういうことを通じてやっぱり自分たちの身近な社会、学校とか職場とかにおけるパワハラとかセクハラとか、うん、また環境の問題とか働き方とかいろんなことを考えるきっかけになると思うんですよ、はい、でもやっぱり日本ってやっぱそういうことを言ったりすると、はい、なんか迷惑者とか、なんかあいつだけちょっと政治的だみたいな、ね、とか意識高いって冷笑したりとか、そう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 、だからそこを多分家庭の中とかだまず変えていくだけでも、うん、あの意識調査の話がだいぶ変わってくるんじゃないかなと思ってるんですよね。確かにね。問題解決の第一歩は考えること。そこから発信していくことが大事なのですが、今意見しやすい流れが来ていると斉藤さんは言います。去年のああいうジャニーズの問題にせよ、はいはい、でまあ、それなんであれがあんだけ問題になったかといえば、その前に、うん、こういろんな方たちがこう勇気を持って声を上げたっていうことに結構影響を受けて、うん、ああいうものを見て発信されてる人たちの姿を見て自分も声を上げていいんだというふうに思ったっていうふうに言ってるわけですよね。 それってやっぱりこの社会全体で見れば本当に少ない人数の人たちで声を上げられる人たち、うん、でもそういう人たちが決意して声を上げると社会って変わるんだなっていうのが、うん、多分結構最近は日本でも広がっていて、でこれが 3.5% っていう数字につながる、うん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 。ハーバード大学の政治学者が提唱した法則で、コミュニティの 3.5% が運動を起こせば社会は変わるんだと言います。母数の 3.5% がもう死に物狂いで、ね、頑張れ、もう頑張ったら変わるんだと、その残りの、それはなんかトップダウンで変えていくというよりかはボトムアップでやっていかなきゃいけなくて、強いリーダーが出てきてくれれば一気に日本中の法律が変わってよくなるかっていうと、やっぱそうじゃなくて誰もがこう日常にいる人たちでいいわけですよ。私たちが職場でちょっと声を上げる、学校で声を上げるっていう、こういうリーダーフルな超リーダー、カリスマリーダーではなくて、こう誰でも普通にいる人たちがリーダーっぽい存在になっていく関係ができると、少人数でも変わっていく可能性があるってことですよね。だから自分もそのやっぱその声を上げる一人一人の力がっていうのはすごい感じること多いんで、特にその女性の権利とかの部分だと、最近はやっぱそれは特に女性の問題は動きありますよね。ありますし、なんか自分もやっぱ実生活として前より不当な扱いを受けてない気はするとかがあるんですよね。なんか前よりバカにされてない気するとかってなった時には、発信をしない人たちがやっぱその 3.5% っていうのにも現れてるに多いわけじゃないですか。それってなんだろうと思った時に、その恐怖とかもあるけど、結局そのコスパが悪いみたいな、その行動をする、デモはコスパが悪いとかよく言いますね。そうそうそう、コスパが悪いから意見を言えないっていうのが、それこそめちゃめちゃ資本主義的な、そうですね、あと自分が言ったってしょうがないみたいなね、うん、そうそう、なんかね、効率化とか
コスパタイパーとか思うとよく最近の若い人たちはそうね言いますけど、斎藤さんの人申請の仕事が50万部今売れてるってことは、うん、潜在層相当いるってことですよ。確かに。だからその今まで拾われてなかっただけで不満に思ってた人とか、やっぱりコロナでちょっとやばいなと思った人とか含めて、結構やっぱり社会に違うものを求めている人たちはいる。でもじゃあ何すればいいのって思った時に、それは 3.5% になるのがいいのは分かったけど、どれをすればいいのか分かんねえって人は、ちょっと顧問の自治論の方を読んでいただけると、大学の自治とかこう身近な例で割と話をしているので、ちょっとこうじゃあ日常における自治を広げてみようみたいなことを始めやすいかもしれないですね。そのなんか自治とか顧問に参加する一歩があれば、多分みんなね何かがあるんですけど、その、はい、ここにも一歩が大事なんですね。そうなんですね。一人でいいかとか、その目の前の生活でいっぱいいっぱいになっちゃうっていう、最低限は。そうなんですよね。だけどそこで一歩踏み出してみると、そこに新しい仲間がいるし、そこに蓄積されたノウハウとか楽しさとかがあって、一気に広がっていくと思うので、そのこうちょっと違う人たちとつながるようなチャンス、きっかけはどこにでもあると思うので踏み出してほしいなと思います。斎藤さん、まあ、自治としておっしゃる一方、その政治の役割っていうのも当然、まあ、何か勝手に何かやらないとまずいと思うので、政治の人もそこにはやっぱ斎藤さんも期待されてる部分はされしているところもありますけど、国の政治で変わるかっていうのとまた別なんですね。大きすぎたらダメで、程よい規模で変えていく。でそれが私があの区のレベルとかで会って話せるような政治家の人たちと一緒に自分の生活を変えていく。で実際あのコロナ禍でもワクチンの接種とか、その給付金とかいろんなこう業務ってやっぱりその区とかの単位でやるわけですね、はい、でそういう動きがしかも日本で出てきてるっていうのは ね私は希望なんですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ。行動する学者としてさまざまな顧問を見てきた斎藤さん、そんな彼が今注目しているのは、人生をかけてホームレスの社会復帰を支援する人物。行動する学者斎藤光平が今注目している人物は、北九州の、 あの希望の街プロジェクトっていうのをやられている、あの奥田さんっていう方です、はい、彼はもう本当に人生をかけてそのホームレスの方のこう支援をしているんですけれど、普通の支援ってやっぱりこう生活保護に例えばつなげて終わりなんですね、だけどじゃあ生活保護につなげてどっかのアパートに入ったらもうその人たちってもう数年間、路上で暮らしてるから、そうです、ね、例えば毎日風呂に入って洗濯をして料理をするとか、そういうことのスキル自体を根本から失っちゃってるし、そもそもアパートに入ったら今までいた仲間とかにも会えなくなっちゃうので、むしろ生活が破綻していってすぐ路上に戻ったりしちゃうんですけど、奥田さんってもうねその後もずっと支援し続けて、並走型何ヶ月にわたって一緒にいた、それで社会復帰ができるようにする。でもそれやるためには自分でマンションを買ったりとか何億円の、とんでもないねことをする人たちなんですけど、でもそれってやっぱり私たちの常識をねやっぱりいかに超えていくかっていうことで、もっとなんか今の社会で才能を持ってあのお金儲けをしてる人たちが参加してほしいんですよね。彼らが持ってる才能をなんか投資とかだけ、なんか広告とかそういうのブランディングとかだけに使ってもったいないと思うんで、広告だけに使ってもったいない。いやデモの例えば、ね、例えば原さんがデモのスローガンとかを考えてくれたりとか、あのなんかそういうポスターとかで、何でもいいんですよ、問題自体は環境問題でもいいし、本当にこう伝わるようなこうメッセージをちょっと、なんですかね、ボランティアみたいな感じでやってくれたら、多分いろんなところで動きが広がって価値観変わっていくと思うんです、規模もやっぱすごいんですよ、この NPO 法人放牧動かしてるお金がですね、まあ、なんか十数億円とか動かしてるんですよ、すごい、とんでもない放牧ですね、 NPO かこれ、 NPO のレベルじゃないんですよ、ね、まあ、そういうことをやってる人たちが今日本にで、まあ、まさに奥田さんなんかは本当そういう意味では 3.5% の一人だと思いますけれど、なんかこういうそういう人たちが日本にもいるっていうのはやっぱり希望だと思うし、実際行動してるのはすごいんですよね。そう、私たちも、まあ、そこまでできなくてもじゃ あのもっと身近なところで何ができるかっていうのをぜひ考えて、こう仕事で培ったスキルを何かそう社会のためにも使っていくっていうのは、こう資本主義の
普段は搾取されてるけど資本主義の力をむしろこっちが使ってやってね別の社会を作っていくのはいいんじゃないかと思います。うまく利用するというか、まあ、ハックしていくみたいなイメージですかね。この後斉藤さんおすすめの本は顧問が広がった先の社会が具体的にわかる一冊。今回はこれ福さん TV 本の番組ということもありまして、はい、斉藤さんからもおすすめ本をデカミちゃんとそして視聴者の皆さんにご紹介いただけると。ありがとうございます。いやこれ最近私がよく推してる本なんですけれども、うん、あの資本主義の次に来る世界、うん、ジェイソン・ヒッケルさん、はいはい、こちらは少ない方が豊かだと脱成長を果たした未来への希望が詰まった一冊。まあ、じゃあこういう顧問をどんどん広げていった先の世界ってどんな風に変わるんだろうっていうのってやっぱり私たちってなかなか想像できないですよね。で、想像できないからやっぱり今の社会が現実的その中で生きていくことが大事ってなっちゃうんだけど、この本を読むともうちょっと具体的に次の世界がどうなっていくのか、でそれがなぜいいより今よりいい世界になるのかっていうのを示してくれている本なので、ぜひちょっと興味を持った方は読んでいただければ、うんうん、そうか、なんか資本主義ってもうグーッと回転してるからもうゴールは止まることはないのかと思ったけど次の世界があるんですね。でそうで止まらないからもうそこにもう飲み込まれちゃう方が楽なんですよ、うん、はい、そうですよね。大丈夫大丈夫って生きてる方が楽ではあるから膨張していくしかないと思ったら、うん、でもそれが本当はいつかどっかでドボンした可能性が、うん、リーマンショックみたいなの起きるわけであって、うん、はい、じゃあそうじゃない豊かな社会ってなんだろう、成長に依存しないでも豊かな社会できるとしたら、まあ、要するに脱成長ってことなんですけど、うん、脱成長の未来を描いてくれてる本になります。なるほど、なんかやっぱその先の世界をね思い描くってことも大事ですからね。想像すらつかないじゃないですか今普通に来てた、うん、でもそれを描けたりそのための何か新しいアイデア出せたらその人本当ノーベル賞級に天才だと思うので、うん、世界のなんか最先端で何か世の中に役に立ちたいと思う人は今こそ資本主義に変わる世界を想像したり、うん、そのための技術を構想する。これ資本主義のことはよく言うブルーオーシャンですね。そっちの方が、そっちが本当のブルーオーシャン、そっちの方がブルーオーシャンだよって、そうですよ、うまいよ、うまみがあるよっていう、それはもう歴史に名を残せるぞっていうことなんですけどね。がぜん興味ありますけど、いや興味あります。でもめっちゃ本当にシンプルに気になるんですけど、やっぱ資本主義の、うん、その顧問の実論も出されて、はい、おすすめの本も資本主義にまつわる本で、漫画とかって読んだりしないんですか？突然の質問、その気になる。俺もすごい気になる、うん、家とかで なんか他のそうプライベートね、そうそうめっちゃプライベート、はいはいはい、何読んでんのかなっていうのはすごい気になります。斉藤さんのプライベートはウェブで詳しく、詳しくはウェブでに行きますか。ウェブ版で、いや気になりますよこれぜひちょっとねこれ見ている視聴者皆さんは、はい、金曜日にね、はい、毎週アップされてますからね、ありがとうございます、はい、ということで本日のゲスト経済思想家の、斉藤浩平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。公式 YouTube にて見逃し配信中、ホームページからバナーをクリック。最近バクちゃんっていうなんかバクがどっか別の世界からこう人間の世界になんか移民みたいな感じで来て、はい